正解です。鮎の皮が皮そのものを刺さないことに気づくのに私は膨大な時間をかけました。そうだ、淡水の名がつく皮以外のものが、それは物や人が流れ、上りも下りもある。上り下り、まさか。そうだ、鉄道だ。碑文には川を下ればやがて何があると。里があると。淡水線の駅の中で里の名を持つ駅はこの石灰駅しかない。これは何と読むんでしょう。キリガン駅と読む。戦後石灰駅に名を変えたが、金蔵が住んでいた当時はキリガン駅だった。川を下ればやがて里あり、その里にて二人が口にし岸を探れ里だけじゃなく岸まであるわね、その駅の名前。果たしてその駅を示しているのか、短くない時間を悩みました。里という文字と岸という文字、なんとなく謎々の文字遊びのように感じていました。このキリガンの一文字目の口辺の漢字、口の脇にあるこれはそのと読みますよね。口にしで口の文字もあるし、でも二人が口にしの意味がわからない。私もそこに引っかかりました。しかしきっとこれを指し示すに違いないという強い信念がありました。この駅名が旧名であるように、この地名も何か旧名があるのでは。そうだ、もともとキリガン駅は地名から名付けられたものだ。そして地名のキリガンは駅名と違い降格。調べればすぐに分かることでした。やはり碑文はこのキリガンのことを指し示していたのです。ではここに黄金鏡の鍵が眠っていると。普通に考えればそうなります。しかし台湾まではるばる行けるわけもなく、当然キリガンと呼ばれる土地も広大です。そのどこに小さな鍵が隠されているのか分かるはずもない。途方に暮れました。しかしお前は諦めなかったな。碑文の少なくとも最初の5行については確実に答えを手に入れたと確信していましたから。私にとってこれはもう何よりも面白いゲーム、いえミステリーでした。第一の晩に鍵の選びし6人を生贄に捧げる。この一文を見てわかること、鍵とはすなわち6つの何かを示せるということだ。その時点で錠前に刺す言葉通りの鍵ではないことが推理可能だ。6つの何か。はい、6つの何か。私も頭が固い人間でしたから、とにかく毒に関わる何かがないかと本を読み漁りました。666キリガンという鍵のありかは言葉遊びによって隠されていました。
ならばきっとこの6もまた言葉遊びに関わるに違いない。666666探しました。6を。このキリガンという文字が6つに分解できるとか。いい推理だ。しかしこの3つの漢字といくらにらめっこしても答えは出ない。そもそもキリガンなんて読み方自体日本語読みだ。では現地では何と。チーリーアンと発音します。それは英語だと6文字。6文字。じゃあやはりこれは言葉遊び。第一の番に鍵の選びし6文字を生贄に捧げようってわけだ。なるほど。ではこの6文字を生贄に捧げるとは一体どういう意味でしょう。続く第2の番以降は残されし者で話が進んでいく。何かの文字列から鍵の6文字を間引き、残った文字でどうこうしろと言っていることが推理できる。しかし何から6文字を間引くのか、それにも長く悩みました。ここからはもはや新しい謎。誰の助けもなく今度こそ自分の力だけで解かねばなりませんでした。過去のゲームの中で確かローザおばさんが第一の番について何か仮説を立てていたような気がします。第十の番の黄金の里に注目した推理だな。碑文の中には他に4度も黄金鏡という単語が登場するのに、なぜかこれ一つだけが黄金の里と記されている。なぜ第十の番だけ黄金の里なのか、これに気づくのにも、そしてどうしてなのかに気づくのにも、これまた長い時間をかけました。黄金の里を京と読む。京都の京と読み解いた。ローザの推理はこうだった。そして懐かしき故郷から京都まで10日かかる旅路を10分の1した地点に何か秘密があると疑った。いい推理だったが惜しかった。今日は京都以外にも読み解けたんだ。今日京都以外で読み解く、難しく考えるな。そのままだ。今日です。いえ、今日ではなく K と読みましょうか。数字の単位です。1、10、100、1000、万、億、兆。 K 数字の単位。私の場合はこの六軒島にいるという地の利がありましたから、 K を思い当たるヒントはあったのです。私の場合は先に答えが分かってから逆に問題の意味が分かったという感じでした。ややこしいことを言うとリオンが混乱する。話を戻そう。第十の番に一景に至るならば、第一の番はいくつになる。1景の10分の1ですから、船長。正解だ。船長から鍵の選びし6文字を間引くんだ。チーリーアンが英語である以上、船長も英語であろうとはすぐに察しました。船長は英語ではクワドリリオン。第五のゲームでのバトラの推理通り11文字だ。いや、これはあんたの推理だったか。くしくも
このスペルも冒頭は96文字の鍵の冒頭も9、きっとこれに違いないと直感しました。確かにクワドリリオンの中には鍵が示す6文字が確かに含まれています。じゃあこの6文字を消すと、しかもこの5文字は第5のゲームでのバトラさんの推理通り寄り添っている文字があります。 D と R です。これが寄り添いし2人に違いない。ここまで来ればもはや謎はほとんど解けたも同然。逆に言えば碑文だけで解ける謎はここまでだ。この後言葉遊びを続けても答えはわかるかもしれねえが、仕掛けは開かない。そうです。ここまでが分かればあとはそれに従いえぐりて殺すのみです。お前はその場所の心当たりの方が先だったわけだな。はい、もともと碑文が現れるより以前からそこに黄金が隠されているのではないかと疑われていました。そしてそこに謎めいた一文があればきっと何か秘密が隠されているに違いないと思うのは当然のこと。その場所とは、黄金鏡の入り口を開ける仕掛けの場所だ。勘のいいやつなら鍵の選びし6人を生贄に捧げる第一の番がどこのことかもう察してるはずだ。え、それは船長のことであって場所のことではないのでは。船長と記された場所だ。お前は知ってるはずだが、それともクソ真面目に金蔵の言いつけを守り近寄らなかったから知らないというの。